SB バンド、筑後が遠すぎて通勤が大変、宿泊施設がひどすぎて死にそうになる、自分で宿を取った。交渉の席では球団に要望も出した。筑後への通勤がきついのと、宿泊施設の改善をお願いしました。リハビリで通っている時も本当にしんどくて死んでしまいそうで、その時も宿泊施設を自分で取って泊まっていたんで、とお願いしていた。ソフトバンクのあの豪華な施設はハリボテってことか。4分で肩壊れたカズミがバッピやってたことといい、内情ボロボロやないか。そんなに遠いの？どこも2軍なんて本拠地から離れてると思うが、ハムなんかどうすんねん。筑後って2軍？1軍にいればいいんじゃないの。里崎も言ってたけど、そういうのが嫌やから選手は1軍目指すんやろ。死にかけるレベルってどんな環境だよ。球団がリハビリ組のために借りてくれたホテルはボミやから変えて通話なしか。けど筑後線小屋近辺にビジネスホテルなんてあんまねえぞ。それが2軍なんじゃねえのかな。2軍が遠いのは当たり前やろ。ガンの巣が近すぎただけ。山川なんぞに何十億も出す金があるならこっちなんとかしてやれよ。ひどすぎて死にそうになる宿泊施設って何。あそこから福岡市内の学校に毎日通うやつらがわんさかおるんやから距離はそんなでもないわ。ご視聴ありがとうございました。